2021年のバスケットボールフィバ男子アジアカップはインドネシアのジャカルタで当初は2021年8月3日から15日の間に行われる予定だったがコロナパンデミックのため8月17日から29日まで延期された後に再び2022年7月に延期されたインドネシアでは1993年大会以来2度目の開催 16チームを4つのグループに分け、総当たりリーグ戦を行う。1位チームは準々決勝に進出。2位チームは3位チームとプレイオフを行い、勝者が準々決勝に進出する。本大会出場枠は16。開催国のインドネシアは開催国枠で出場権を獲得。予選大会は2018年2月23日に開始。 グループ A から F まで4チームずつ6組のグループに分かれて試合を行い、上位2チームが本大会出場権を得た。残る出場3枠は予選各グループの3位チームを2つのグループに分けて試合を行い、上位チームが出場権を得る。本大会の出場権を獲得したチームには、2023年 FIBA バ,バスケットボールワールドカップのアジアオセアニア予選の 出場権も付与される。2023年ワールドカップ共同開催国のフィリピンと日本は開催国枠でのワールドカップ本大会出場権が確定しているが、同じく共同開催国のインドネシアは2021フィバアジアカップ本大会で8以上の成績を残すことが開催国枠付与の条件となっている。ありがとうございます。